ブロンディはアメリカ合衆国出身のロックバンド。女性ボーカリストデボラ・ハリーが在籍し、1970年代末から流星したニューウェーブの代表的グループとして知られる。1982年に一度解散したが、1997年に再結成。全世界のアルバムセールスは4000万枚以上。2006年、ロックの殿堂入り。 UK ロンドン公演1974年、ガールズバンド、スティレットオーズに所属していたデボラ・ハリーと、バックバンドにいたクリス・シュタインが中心となって、結成された。ブロンディというバンド名は、通りがかりのトラックの運転手がハリーにかけた言葉、発表。直後に、バレンタインが脱退し、フランク・インファンテが、新ベーシストとなるが、間もなく元シルバーヘッドのナイジェル・ハリスンが、 ベーシストとして加わったため、インファンテはギターに持ち替えた。1977年、前年に出した2枚目のシングル、愛してほしいを、クリサリスレコードから再発売。同曲はオーストラリアで2位を記録した。1978年2月、セカンドアルバム、ささやきのブロンディ発表。シングルカットされたカバー曲、デニスに、夢中がイギリスで2位、オランダで1位。 ベルギーで1位、アイルランドで3位を記録。主にヨーロッパで人気に火がつく。1979年、シングル曲、ハート・オブ・グラスが、米国、イギリスなど6カ国で1位を記録。ハリーは、セックスシンボルとしても大いに注目されるようになる。1980年2月公開の映画、アメリカン時頃に、ハリーとジョルジオ・モロダーが、共同で、作詞作曲した。 コールミイを提供。同作品は、米英で1位を記録した。同年10月に発表したカバー曲、夢見るナンバーワンも、を米英で1位を記録。途中メンバーのソロ作成作も挟みながら、活動を続けたが、シュタインが稀な自己免疫疾患である、尋常性転暴走にかかっていることが判明。ハリーは、シュタインの看病に当たることを決め、バンドは1982年に解散した。 1981年、映画0 0 7 u イ s o n l y の主題歌候補として、FourUIsOnly を歌うが、最終選考でシーナ・インストンに敗れた。1997年に再結成。1999年、再結成後初のシングル、マリアをリリースし、19年ぶりに全英ナンバーワンを獲得した。1999年には17年ぶりのセブンス、アルバム、 ノーエグジットを発表。その後は、カース・オブ・ブロンディ、8年ぶりの作品、パニック・オブ・ガールズ、デビュー40周年作品、ブロンディ・オン・イェバー、最新作、ポリネーターなど、アルバムリリースを重ねている。2006年に、ロックの殿堂入り。セックスシンボルでもあった、デボラ当初は、ニューヨーク・パンク・バンドの一つとされていたが、後に、ハート・オブ・グラスでディスコ、 ラプチュアーではラップといった当時最先端の音楽にも手を広げニューウェーブの範疇で評価されることもあった。同時にロックステディグループのパラゴンズの夢見るナンバーワンやドゥーアップグループのランディザ・レインボーズのデニスに夢中をカバーしたりガレージビート系のアレンジを積極的に取り上げるなど新旧織り混ぜた音楽性を見せた。ありがとうございます。